てくれましたか？ひひ、ありがとうございます。プロデューサーが応援してくれたおかげです。ジローじゃなかった、マコト。オーディション見てたぞ、いいダンスだった。え、本当？響にそう言ってもらえるとなんだか嬉しいな。ひひ。他のアイドルの子たちと比べてもマコトの振り付けは目立ってたよ。自分ほどじゃないけどさ。変態ナムコプロには話しかけてもらいたくないぞ。そもそも僕だってナムコプロだよ。ことはそんな悪そうには見えないな。プロデューサー、それわざわざ今ここで言うことですか？そう、その通りですよね。そうなのか？でも黒井社長が嘘を言うはずないさ。むか、黒井社長は自分を沖縄でスカウトしてくれた恩人なんだ、悪く言うな。だったら響も僕のプロデューサーを悪く言わないでほしいよ。あ、確かにそれはそうかもしれないな。誠ごめんな。おやおや、私の妖精ひびきちゃん、腐った果実に近寄るなっていつも言ってるだろ。完璧なあなたには話すのにふさわしい相手としか話してほしくはないな。ふい、お前たちはナムコプロだな。うちのひびきちゃんから今すぐ離れたまえ。黒井社長、ナムコプロのアイドルって社長が言うほど悪そうな感じしなかったよ。特にそこにいる誠はダンスも結構上手いし、話してみるとすごく気があって。響ちゃん言ったはずだよ、ナムコプロは変態連中の集まりだと。え、でも騙されてはいけない。ナムコプロは社長の高木からしてせこくて下劣だし、その手先であるプロデューサーも下劣だ。アイドルはせこい手を使ってくるしね。せこい手なんて一度も使ったことないのに。だから響ちゃん、私の可愛い子、これからは私の教えを守りたい。二度とナムコプロと話してはいけないよ。近寄ることも禁止だ。トップアイドルになるためには他の人間との交流を可能な限り断つことが大切なのだよ。私だけは例外だが、他の人間は全て敵だ。他のプロダクションの人間は特にね。そんな考え方辛いですよ。ライバル関係って競い合いつつもお互いに高め合っていけるものだって思うんです。互いに高め合う？笑わせてくれるね。この世界は弱肉強食だよ。相手を叩き潰さなければ自分が潰されるだけだ。綺麗事は通用しない。そもそもお前と響ちゃんは対等ではない。弱者のお前から得られるものなど何もない。お前は響ちゃんを利用しようとしているだけじゃないかな。そんなことは。お前たちがそう思うのは勝手だが、我が黒いプロのやり方は違うのだよ。こら、王者は孤独なもの。周囲に理解されず、
嫌われるぐらいでなければ大物にはなれない。黒いプロは王者を育てるための場所、それ以外のものは不要なのだ。わかるね、響ちゃん。うん、自分をスカウトするとき黒い社長が言ってくれたことだよね。覚えてる。よろしい。君は本当に素直でいい子だ。私に従っていればきっとトップになれたら。ナムコプロは弱小の吐き溜めプロダクション、うちとは格が違う。彼らと関わるのはよく。分かった、社長の言う通りにするよ。自分絶対トップアイドルになりたいから。では失礼。ボンクラの高木と盆栽のナムコプロのアイドルの皆さんによろしくな。楽しいかもしれないけど、それじゃあトップアイドルにはなれない気がするぞ。だから自分もう誠とは話さない。誠ももう話しかけないでね。響き、プロデューサー、黒い社長って本当にひどい人ですね。そりゃ怒りますよ。僕はともかくプロデューサーやナムコプロのことをあんなにひどく言うなんて。ライバルは全て潰せって言ってるかのようなあのアドバイスだって間違ってますよ。あんなこと信じてたら響はトップアイドルになったところで誰にも祝福されないような気がします。そんなの絶対ダメですよ。まあ今の僕が何を言っても響には届かないんでしょうけど。プロデューサー、僕響と正々堂々と競い合えるライバルになりたいです。響に追いつかなくちゃいけないってことですね。それにはアイドルアルティメイトを勝ち抜くこと。僕めちゃめちゃ燃えてきましたよ。プロデューサー、これから特訓しましょう。だって早く響に追いつかないと。おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。ランクアップおめでとう。だが気を抜かないで頑張ってくれたまえ。アイドルランク一つ上がりましたね。本当ですか？あ、早くメジャーになりたいな。よろしくお願いします。じゃ、今日はこれで。連絡事項があるんです。聞いてくださいね。
現在のリミットまでの活動集はランク F での残り活動集が持ち越されています。例えばランク F をリミットまで残り3周残してクリアした場合はランク E のリミットまでの活動集にその3周がプラスされることになるんです。ですから今後の厳しいファン集めを考えると早めのランクアップをおすすめします。そうです、プロデュース活動は計画的にということなんです。でも無理は禁物ですよ。それでは今日はこのあたりで。本当に今度晩ご飯連れて行ってくださいね。